みなさん、コンスミレ。本日はツイッターでも紹介しました鎌倉時代の釣り図時期について話をしたいと思います。昔の教科書には鎌倉時代は1192年に設立したと記載されていましたが、現代は1185年に設立したと記載されています。1192年説は、源頼朝が征夷大将軍の役職に就いた年、1185年は源頼朝が全国に地頭を設置する権利を得た年となります。この設立については、征夷大将軍といった名をもらった年より、地頭という全国の警察権、御税権といった鎌倉幕府の基礎が整った年を鎌倉幕府の設立した年とした方が良いとなったためです。研究が進み、過去の資料が覆ることは数多くあります。また歴史は時代ごとに独立して見られることが多いですが、鎌倉時代、室町時代とすべてつながっているということを忘れないでください。以上、鎌倉時代の設立について簡単な解説でした。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さん、またねー。